って選んでしまいましたね。最初からやらかしてしまったので、とにかく今日中に鳥取に行きたいと思います。とにかく使う場所からよく行きますから、何とかしてこれを取り戻さなければいけないんですが、今乗っている運転手は平塚が終点です。
4番線お出口右側です。東海道線下り方面3番線10時50分発沼津行き普通電車です。さらに先を目指さなくてはいけません。なので次の11時14分発の静岡駅に乗りたいと思います。北海道線下り普通列車静岡行き発車をいたします。発車してしばらくしますと列車左右に揺れますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点静岡、終点静岡です。
浜松線。浜松から今度は豊橋行きの電車に乗ります。浜松駅に到着しました。ここまでノンストップでサブチャンネルの全面電報を取りながら来ました。いやもう本当に休息を取る日もなかったです。こんなドタバタですけども、面白いと思っていただけたらとても嬉しいです。よかったら高評価、グッドボタンと、そしてチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。まだまだこの旅続きますよ。